フェスは皆さんお元気ですか？ガキです。テイルズ・オブ・ベレセリア続きやっていこうと思います。ザ・ウィーダの船がある南東の砂前、レッツ・ア・ゴー。前回はチーム役から脱出、あ、落ち脱出したんだよね。今から船に乗って逃しはしないって。ドブリザードダセンショー多いな。ずいぶん変わった立ち筋ね。ここいらじゃ。でっかいのがいる。こいつとはまだ戦ってないかな。一回戦ってみるか。はい、覚悟はいい。ガンザンメッサイティング。逃しはしない。インフェルノブルー。熱光瓶。そこだ。食らい尽くす。影ズバル。逃しはしない。インフェルノブルー。熱光瓶。なんだ。昔よく鬼ごっこをしたよね。逃がさないよ、お姉ちゃん。カノヌス。いや、怖い。いや、やめて。この子がドラゴンに。そうするつもりでテレサから取り上げたんだ。それも鎮静に必要な犠牲なんだよ。カノヌシ、てめえ。専門のカノヌシ、肛門のドラゴン。死神より立ちが悪いな。絶望するにはちょうどいいでしょ。勝手に決めるな。あんたのお姉ちゃんはこの程度じゃ折れないのよ。抵抗すると苦しむことになるよ。ベルベット、こいつのお仕置きは俺にやらせろ。無理だよ、ただの精霊には。
ただのじゃねえ。ゲス野郎にぶち切れた。限界突破のザビーダス様だ。ザビーダ、大騒ぎすぎる。問題ない、カッコ撃破よ。マジですか。私の器がもっと大きければ。後悔は後だ、集中しないと死ぬぞ。おう、人を前に殺してやるのが情けだ。せっ、打線長ケメマン、せっ、そこよ、かけろ。せっ、そこよ、封じき、襲撃一刀。この距離なら外しはせん。ゼロの方、吐く。ケメマン、ケメマン、うわ、間違えた。レッコーディン、ケメマン、そこよ。鎧の捕らえられまい。草原客霊視解放、あだなす者に秩序をもたらせ、バインドオーダー。せっ、よし、張り切って回復しとるぞ。一気に押し切らないと勝てんな。だから苦しむと言ったのに。ザビーだ。僕がカノヌシを防ぐ。みんなはドラゴンを追い詰めて。一人でなんて無茶です。せめて私も一緒に。これは命令じゃないよ、僕の作戦。任せるわよ、フィ。ずいぶん格好つけるね、僕の一部のくせに。僕は精霊ライフィセット。僕は僕だよ。手加減はなしだ。さっきはそれで手こずっちゃったからね。こっちもお出ましよ。すんね、これじゃ状況は変わりません。変わるわよ、あの子は変えようとしている。賭けだな、乗った。俺もだ。お主は恨めしか出んじゃろうが。なら逆に張れ。断る。ここは大穴狙いじゃ。そこよ、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 重ねかけろ。そこよ、そこよ、つぶじか。ほら、衝撃客サンダー合体。天に届けと。ほら、今度は提案決めます。せっ、そこよ、つけさせる。天に届けと。せっ、ほら、よろしくか。フラウド、ヤマダノール、フラウド、せっ、重ねかけろ。風の刃を断滅しろ。エアスラスト、レッコーディン、覚悟はいいか。かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘム、せい、レッコーディン、左星、せっ、鎧の炎上砲撃、せい、見切れるか、せい、描け早急、ケメラ、ゴーディン、見切れるか、せい、サンガジャス、痛みを忘れた、フージン君、レッコーディン、痛みを忘れ、捕らえられない、天に、クイックネス、レッコーディン、重ねかけろ。逃がすかよ、逃がすかよ、ソロン、せっ、せっ、3の方、決めます。フージン、捕らえられます。しまった、ダメだ。せっ、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 
絶衝撃せっ隙にさせんせっ鎧の衝撃鉄二の肩はっ鎧しまったこれだな方向がほら左よせっそこよせっそこよ重ねかよせっそこよ行きましょう伸びろ伸びろ強欲転職せっそこ呪い捕らえられまい生きれるかせっレッコーティング逃がすかよ逃がすかよせっ打線勝鎧の通じ拳ほら空半絶衝撃水波喝殺空半絶衝撃そこよ死にさせんそこよ呪い通じ見切れるかせんそこよ鎧鎧のせんそこよスリーハーカッサッスプリットステップ逃がせよスラッタワーイせんそこよ呪いそこだ食らいつくガンダンメル大臣容赦しない消えない傷を刻んで果てろリーサルペインほらフラウンディングだそこだ食らい尽くすそこ呪いせいやこのねバランススライドせっ打点勝そこだ食らい尽くす呪いこのねバランススライドせっそこよ誰も死ぬ風神君捕らえられまい重ね影を山田のオロチ烈光陣そこだ食らい尽くす呪いとどめバランススライド風神君せっそこよそこだ食らい尽くすガンザンメッサージとどめバランススライドさあ何マジですかマジですかリーズデッドって何があったっけアイゼンかよくそこよそこだ食らい尽くすシャプーローカーせいやろくろオンに切る手出しせっとどめバランススライド烈光陣そこよ呪いせいやせっ見切れるかそれうわあそれ烈光陣しまったうわお左星やだやだやだしまったうわそれまたか効果でそこやそこだ食らい尽くせやれないだ。とどめ、バランススライド。とどめ、食らい尽くす。そこよ、呪い。とどめ、バランススライド。はい。せっ、そこよ、呪い。そこだ、食らい尽くす。とどめ、バランススライド。せっ、打点勝。捉えられない。重ねかけろ。また回復するぞ。させない。偉そうなこと言って、自分を守るだけで精一杯じゃないか。
素直に謝ったら痛くないように食べてあげるけど。謝るもんか。ベルベットの気持ちもわからないお前なんかに。君はわかるっていうの？僕のお姉ちゃんのこと知ってるよ、けど教えない。別にいいよ。食べちゃえば一つになれるんだから。羅針？お前のじゃない。ベルベットはベルベットだ。僕のかけらのくせに。みんな変わって。しまった。相打ちを狙ったのね。先に言え。全打ちになるとこじゃったわ。よくもやったな。代わりにお前をドラゴンにしてやる。レセット。なんだこれ。汚れを焼いた。引くぞ、急げ。逃げられたな。白銀の炎、あいつ変な術を使った。食らった汚れを消化するお前の力だ。かけらだが、あれも聖種の一部だからな。ドラゴンの攻撃で一瞬だけ押し込まれたせいだよ。じゃなきゃかけらの力なんかに負けないよ。わかっていればいい。二度は通じぬ奇策だ。所詮精霊は聖種の霊属物だ。油断さえしなければ我々の理想は揺るがない。ほぼ覚醒したカノヌシの領域には治水花風の四聖種が揃いでもしなければ対抗できん。だが今彼らは地脈の底で眠っているのだからな。追いかけるよ。待て。我らは御座で沈めの儀式の準備をせねばならん。やつらはこいつに追わせる。ゴーマでしょ、使えるの？確かに制御は難儀だ。ゴーマに落とした時も七昼夜も現実に耐えおった。しかも未だに本能的に抵抗しおる。だがかつて最強と呼ばれた海賊、戦闘力は我ら特等にも引けを取らん。クーマ・ベルベットを捕らえよ。生きてさえいれば状態は問わん。いや、まずは。まずあいつを、ライフィセットを殺すんだ。お姉ちゃんの目の前で。お姉ちゃんを支えてるのはあいつだから。本当だ。ゴーマのくせに変な埃が残ってる。そんな無意味なものは僕が食べてあげる。いや、いい修行になったが、カムイと聖主とドラゴンとぶつかって生き残るなんて奇跡だな。フィーのおかげよ。まだ眠っています。力も気力も振り絞ったのでしょうね。汚れを焼く炎、とんでもない力を持っておるの。この子が
カノヌシの一部だから。じゃろうな。最高の切り札じゃが、同時に。なんでもいいが、儲け損ねたわい。賭けはわしが勝つはずじゃったのに。どうでもいいでしょ。百ガルドくらい。ちーっともよくない。百ガルドを笑う者は千ガルドで大爆笑。この恨みは深いぞよ。で、次はどうするんだ。変わらないわ。カノヌシを封じてアルトリウスを撃つ。カノヌシが覚醒したということは、封印する方法もあるはずよ。やはり手がかりはグリモワールの古文書ですね。レウィックたちと合流しましょう。いいのね。正解かどうかは分かりません。でもアルトリウス様が必要とする犠牲を仕方ないと済ませることもできない。だから自分の心に従って戦います。たとえ間違っても後悔しないように。とことん面倒くさい性格ね。あなたに言われるのは心外です。アイゼン、レンウィックたちへのつなぎを頼む。やはりあのゴーマは。アイゼン、まずは休息をすべきだ。かなりの連戦だったからな。じゃの、ボーもザビーダも大きいしの。今日は宿で休みましょう。エレノア、ライフセットをお願い。あなたが背負ってあげたら。ライフセットはあなたのために。お願い。わかりました。おぶってやればいいのに。釣れないやつだな。逆ですよ。ここはどこだ。カドニクス。あー、カドニクスか。どうセーブしとくか。マギル、お前、賭けに勝てなくてよかったな。くぅ、負けて喜ぶ魔女がどこにおる。わしが負けたのは、ヌシらがベルベットを甘やかすからじゃぞ。そうか、別に何もしてないけどな。俺たちはな。何もせんのも優しさなんじゃよ。せっかく開いたベルベットの傷口に塩やら砂糖やらすり込まぬとは、甘すぎるわ。賭けの損失はヌシらに払ってもらうからの。なら俺たちを混ぜて賭けの続きをしてみるか。ほう、面白いな。俺はベルベットが折れる方に1万ガルド。ほうほう。俺も折れる方に1万ガルド。ほうほう。ってこらー、わしがベルベットが折れる方に賭けたいのを知っとるじゃろうが。それは早い者勝ちだ。賭けるのをやめてもいいぞ。いやいや、賭けから逃げたとあっては勝負師マギルーの名が号泣するわい。仕方がないから乗ってやるわ。わしはベルベットの心が折れぬ方に10万ガルドじゃ。なぜ笑う。いや、お前って素直じゃないけど案外可愛いところがあるよな。な、可愛いじゃと。魔女に対してなんという褒め言葉を。不名誉毀損じゃ。主らがかけた2万ガルドは賠償として没収じゃ。お、船帰ってきた。成果を確認してくれ。はい、はい。
パーフェクト。よし、なかなかの収穫だ。最近パーフェクト多いな。だんだん成功率上がっていくのかな。もうちょっと。アイフリード海賊団の航海術を見せてやれ。おお。あ、5分減るんだ。30分だったけど25分に減ってた。お、お宝物。てか猫スピー久々に拾ったな。こっちに。あっち、地脈とかもなかったからね。脱出してきたところもなかったし。で、宿屋はこっちか。サブは？え？あれ？これじゃねえじゃん。もしかしてこっちに混ざってる？2階はないしな。後ろ。上？違うよね。こっちないしな。移動できない。こっちなんだよね。ここなんだけど、ない。この中の方だからね。外とかではないから。サブが出てない。どういうこっちゃ。まあいいや、もうやっちゃう。残ってるはずだから。お姉ちゃんって呼んでいいんだよね。私は精霊シアリーズよ。セリカの記憶を受け継いだだけ。それは同じ人ってことじゃないの？何をもって同じ人というのかしら。姿や記憶が同じでも。そうね。心が変わってしまえばそれはもう同じ人じゃ。もし私がセリカだとしても姉と呼ばれる資格はないわ。アルトリウスの命ずるままに妹と弟を生贄にしてしまったんだもの。私こそあなたを食べちゃった。私に責める資格なんて。あれは私が望んだことよ、ベルベット。あの時無事に住んでもいずれああするつもりだった。私の力をあなたに与えるために。どうして？降臨の日の直後、私にセリカの記憶が戻ったの。分かってしまったの。自分が何をしたのか。あの優しかったアーサーが冷酷なアルトリウスに変わってしまったことが。なぜ記憶が？分からない。転生した精霊にはごく稀にそういうことがあるらしいけど。うん、これはきっとあなたたちを苦しめた罰ね。だってアーサーを愛しく思うほどアルトリウスが許せなくなるんだもの。あの人を憎んでしまう私はセリカじゃないのよ。シアリーズではあの人をアーサーには戻せない。かといってアルトリウスを倒すこともできない。でもあなたなら、私の力を完全に身につけたクーマのあなたなら、どうしアルトリウスを。分かったわ、必ず。ごめんね、ベルベット。自分の憎しみの決着をあなたに押し付けちゃった。最後のお別れに謝りたかったの。あなたに会えてよかった。私はラフィーのお姉ちゃんで、セリカお姉ちゃんとアーサー兄さんの妹で、幸せだったよ。
ベルベット、もう起きて平気なの？うん、それより危ないわよ。とうとうこんなになっちゃった。当然よね、平穏な世界より自分の復讐を願ったんだから。最下の剣士なんて呼ばれても言い訳できないわ。人間でもゴーマでも魔王でもベルベットは、ベルベットの髪は綺麗だよ。昔ね、ラフィーも同じことを言ってこの櫛をくれたの。胸が痛いね。うん、それでも、ううん、だから私は決めたの。アルトリウスとカノヌシと決着をつけるって。私自身と私が大好きだった人たちのために。僕もだよ。羅針盤がなくても進む方向は自分で決める。アルトリウスも私が倒すけど、カノヌシを殺したらライフィセットと私たちクマは。羅針盤か。アイゼン、てめえなんて黙ってやがった。落ち着け、お前が気絶してたからだろう。俺は行くぜ、あいつを止める。何事ですか？バンエルティア号からシルフモドキが届いた。よかった、みんな無事？今はまだな。ん？ベンウィックたちは逃げる途中でアイフリードがエンドガンド領にいるという情報を掴んだらしい。リオネル島で合流しようと伝えてきたんだ。その情報って罠だ。仕掛けたのはあの大角のゴーマ、おそらくアイフリード自身だ。あのゴーマがアイフリード？マジなのかい？おそらくだ。リオネル島に向かうわよ。相手が誰だろうと手がかりとバンエルティアを失うわけにはいかない。足はどうする？ここへ来た船は多分ザビーダが乗っていったぞ。港で適当なのを奪う。サイカというにはせこいけどね。あ、宿屋が。くそ、俺がもっと早く。あ、出てる。今度の週末は土曜のウサギの日だよ。土曜のウサギ？聞いたことあるぞ。ウサギを食べて元気になろうって日だろ。ウサギを食べるの？違うわよ。月に一度、第3土曜日の夜に寂しい人はウサギを抱いて寝ようって日よ。ふわふわとした毛並みと長い耳を撫でて寝るといい夢が見られるのよ。いや、でも食べるって聞いたぜ。それは土曜のブウサギよ。ブウサギもあるの？そう、第3土曜日の夜、寂しくない人はブウサギを食べて元気になっちゃおうっていう日。おお、ブウサギは滋養競争にも効くし、寂しくない人にはもってこいだな。土曜のブウサギで家庭円満よ。ブウサギ、なんかかわいそう。ブウサギか。ドーサブがここにもある。パーシバル王子が無事に王都に戻られたそうだ。聖領が総力を挙げて救出作戦を行ったみたいだよ。最下の剣士に誘拐されたって聞いてたけど、王子が助かったってことは
あのゴーマは。ああ、サイカの仲間ごと殲滅したって知り合いの王国兵が言ってた。セイリオの情報操作か。これでようやく安心して暮らせるわね。いやいや、俺が聞いた話じゃサイカが死んだかどうかは怪しいぜ。サイカのアジトはぶっ潰したそうだが、サイカの野郎は逃げ延びたっていうやつもいるんだ。どうして逃げたなんてわかるの？レニードの漁師が監獄島があるって噂の海域でつい最近清涼の船団を見たんだってよ。そのすぐ後に船団を見かけた海域から猛烈な速さで海賊船が逃げていったらしいんだ。そいつは間違いなく俺たちだよな。隠し事ってのは簡単にはできないもんだな。レニードには監獄島の囚人の死体が流れ着くって話もあったし、まんざら嘘じゃないかもな。やっと安心できると思ったのに。サイカの剣士はどこに行ったのかしら。清涼にはもっと頑張ってもらって、早いとこあの化け物を退治してもらわねえとな。好きに言ってくれるわね。ここにいるぞ、サイカの剣士は。とはこっちのサブ。帰らずの海に清涼の船が向かうのを見たんだが、何をしてるんだろうな。あの辺りに近づくのを禁止してるらしいぜ。港の組合宛に清涼からお達しがあったんだと。カースランドの秘密を守るために抜かりなく予防線を張ってあるということか。でもそんな通達なんかなくてもここらの船乗りは近づきゃしないけどな。羅針盤が使えないとか化け物が出るとか物騒な言い伝えもあるし、実際帰らなかった船もあるしよ。帰らずの海がヤバいってのはみんな知ってるもんな。そういやこの前よその港から来た船があの海でドラゴンに襲われたって話が出てたぜ。ドラゴンだ？海賊病にかかって悪夢でも見たんじゃないのか。俺もそんなことだろうとは思うけど、まあ清涼が近づくなって言うなら何かあるんだろう。触らぬお上にお咎めなしさ。帰らずの海とは私的な名をつけたものじゃ。連れて行かれた精霊にとっちゃまさに私的だもんな。清涼が管理してるのはどこもそんな場所ばかりね。ベルベットがたまに邪魔だったんだ。すごいな、前せいだら止まる。避けてはいかないんだ。ここに乗れるやつがあった。あれ。あ、猫の上に乗った。女性をしといて。よし、船を奪うか。あれ、いるのはこの船がいいの？この船がいいのでは？マジか。船体もしっかりしてるし、人も乗っていないようです。やけに張り切るわね。意外に火遊び好きなんじゃの。そういうわけでは。どう、アイゼン。問題ない、出航するぞ。出航します。リオネルとトイナ。このゲーあれ、あ、ベルセリアでは行けない島もあるのかな。なんか地図にあったけど。アイゼン、順調？もうすぐ到着するはずだ。この船はいい羅針盤がついていたからな。うん。だが俺の針は揺れているようだ。初めてあのゴーマを見た時からアイフリードの気配を感じていたはずなのに。
無意識に認めまいと押し込めちまった。アイフリードが大事な友達だからでしょ。死神の力もアイゼンの流儀だって言ってくれたんだよね。冒険を盛り上げるいい道連れだともな。一緒に20日も漂流して死にかかった海の上で。すごい人だね。お前も同じことをベルベットにやっただろ。アイゼンが教えてくれたからだよ。自分の舵は自分で取れって。そうだな。それがリオネル島が見えた。まずい、バンエルティア号がもうついてやがる。とうとうあの角野郎と戦うのか。遅かったか、ヘレナー。何があったのですか。いきなり角のゴーマが襲ってきたの。かろうじて息はある。ザビーダが駆けつけてくれたのよ。じゃなかったら全員殺されていたわ。俺が迷ったせいだ。奴らはザビーダが引きつけて島の奥へ向かったわ。行くぞ。よし、今回はここまでしようかな。で、次はザビーダを追ってベイルド沼の地へ奥へ向かう。会いたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また見てください。じゃあや。